万が一山の中で道に迷ったら次のことを実践してください。その1、その場から110番119番通報をする。スマートフォンの GPS 機能をオンにして、まずは110番119番通報をしましょう。その2、何やともあれ110番119番、遭難者の方は道に迷うと家族や友人知人に電話をした後110番119番される方がとても多いです。バッテリー残量が数パーセントになってからようやく110番119番通報、そうしますと救助機関が聞けたいことが聞けなくなります。家族友人知人の前にまずは110番119番通報をしてください。その3、その場所が電波圏外であったり危険な場所であったら必要最小限度の移動をお願いいたします。やたら動くと危険な目に遭う可能性が高くなります。またせっかく救助機関が現在地を把握しても位置がずれると救助に遅れが生じますので、移動は必要最小限度の移動でお願いします。その4、道に迷ったら絶対に下山してはダメです。一見下れそうでも急な崖があったり斜面が思ったより急だったり、滑落や転落といった命に関わる重大事態を招く可能性があります。たとえ下れそうでも絶対に下ってはダメです。その後ヘリコプターに発見される工夫をしましょう。では工夫例をいくつか紹介します。発見される工夫、その1、ミラーでヘリコプターに現在地を知らせる。発見される工夫、工夫例その2、ライトを照らしてヘリコプターに現在地を知らせる。発見される工夫例その3、カッパを大きく振る。救助ヘリコプターの姿が見えたら救助ヘリコプターの様子を実況中継お願いします。例えば、あ、今ヘリコプターの姿が見えました、私の前を通り過ぎました、私より高い位置にいます、今ヘリコプターの右側面が見えます、というように自分の位置からどのような状態でヘリコプターが見えるのか実況中継をお願いいたします。